て、次のレース行きましょうか。次は、ブースレッドラインは簡単すぎそうなんでメイヘムに行きましょう。でオフロード走れって確かにあのダートも似合っちゃうのがマッスルカーのいいとこなんですが、さすがにこれ以上あの汚したくないので。さて、皆様方のご意見に答えていこうと思います。アストンマーチンへの愛が足らんな。ごめんなさい、私はアストンマーチンそこまで知らないんです。あの、TDS でアストンマーチン屋敷を作ってニヤニヤしてくる程度のにわかなんで、まあ、お許しくださいませ。まあ、少なくともかっこいいと思ってるなんでね、優勝は本当によく分からん。まあでも知れば知るほど素晴らしいんでしょうね、アストンマーチンは。ああいうほど愛好家がいるわけですからね。まあまだちょっと車好きとしても未熟なところがあるんでね、まあこれから勉強していろんな愛を知っていこうかなと。さて、どっちがカクカクになってもた。まあ確かにボコボコになっちゃってますけど、これ以上傷つけるのはちょっとあれなわけで。さて、NFS、ニードフォースピードカーボンで、クラス2のチャージャーがクラス3のマッスルカーより扱いやすいね。コロナ優秀だった記憶あるわ。あ、ダメだね。そうやね。てか、カーボンのチャージャーってえげつないスペックでしたね。確か自分の記憶が正しければ、確かあれであのクラス上 あのムルシアゴを煽った記憶があります。とにかく加速が尋常ないですからね、あいつ。まあ、あれでなんかご飯何杯もいけるんじゃなくて。ぶっちゃけ言うとダリウスも倒せるんじゃねっていうレベルですね。まあ改めて考えるとまあチャージャーも実写も結構過激ですから、まあむしろあんな鬼スペックになるのもまあ想像難しくないかな。まあそれだけにちょっと結構気に入っちゃいまして。さて、ニードフォースピードか、今回こうして DB5 が出てくるのは売れ、まあ、結構十分嬉しいよ。次アルピーヌ A110A310 あたりを。またマニアックなもの。そりゃなかなかルノーとか出てこないですよね、アルピーヌにしても。まあ、自分としても出てほしいもんですね。てかアルピーヌ出てこないよねこのゲーム。やっぱ EA の趣味なんでしょうか。まあそこのあたり北米資本なんてなんと見えないところあるんですが、アルピーノが出てくるゲームってなんかあったっけなってレベルですね。グランツリスモ系列で出たのは記憶にあるんですが、まあ確かに、ね、分かる人には分かるって感じがうまいですからね。あ、それがまたいいじゃいいんですが、あの美しいボディをあの、うん、フェアヘイブンで舐めますように見たいわけで、まあいつか実に収録してほしいもんですね。さて、あのビョキッと出たインタークーラーについて、インタークーラーとか、まあ、スーチャーとかね、でも中から見るとすごい邪魔なんだよねって。まあ前方視界はほぼないに等しいですからね。まあそもそもああいうのつけてるのってドラグカーぐらいですからね。まあいかにあの短距離を速く走るかとい もう極地戦闘機的な車ですから、まあそれだからこそ成り立つようなカスタムなんかもしれません。まあ、それに、まあ、前が見なければ心の目で見るんですよ。まあ、無理でしょうね。まあ、気合と根性の時はね、ストリートレースは何にもなるんかな。あれ？ちょっと待ってください。さっきの案内は。あれさっきインターチェンジ行けって、まあ、私が間違えてたんですかね。まあ、またここからでもハイウェイ入れるんで、まあ問題ないっちゃ問題ないですが。ちょっと待て。しかも信号直たしやがった。赤信号がそんなに嫌か。鬼のような営業パーク。相変わらずのフェアヘブンスタイルですが、あれここから入れんかったか。入るは間違いだな。まあいいや、ゆっくり散策でもしましょうか。まあ、こうやって市民の珍行動を見るのも面白いですし。さて、車内視点欲しいね。エンジン始動時のメーターの演出かも。てか本当は車内視点欲しいなと思うこの頃ですわ。カメラハック使うっていうとよう分かるんですよ。一応、このカメラハックを使えば内装視点も見えるっちゃ見れるんですけどね。ただもともと内装視点前提で作られたゲームわけじゃないんで、すごくテクスチャーは荒いし、まあ、
動きはそれっぽい感じもするんですが、なんだかなって感じもするんですね。まあ、それにあのオープンカーとかあの内装が見えるもろ見える車だとやっぱ内装のテクスチャの荒さが目立つなって感じもするんです。まあ、そういった車ペロペロしたいという意味でもあの内装視点は次回作ぜひともあの実装してほしいものですね。まあ、次回作はおそらく、まあ、次世代機向けでしょうし、スペック的にも大丈夫でしょうから、スペック云々でもないじゃないと思うけどな。開発期間とか確かコードマスターズのグリッド2っていうのは結局まあユーザーの需要がないという言い訳をしていますが、あのコスト的な問題で内装視点が実装されないという話も聞いたことがありますので、まあ確かに、まあ外装作るだけでも結構手間かかりそうなのに、まあ仲間で取材して、まあも最近のゲームだったら多分好き、まあ特に家だったら好き 3D スキャン使うと思いますけども、それでもまあなんかテープとかペタペタ貼ってそれでスキャンするわけですから、まあ少なからずある程度手間かかるわけでも、まあでもやっぱね、まあ楽しむ上ではダイソーも欲しいわけで、そもそもニードフォースピードの最初の第5作まではそのダイソーしても売りなわけでしたから、過去作への回帰の一つとしてダイソー視点は早くも復活してほしいもんです。シフトってやったんだから無理はないでしょう。というわけでパズルスマッチは深くレースでおよよよちゃちゃ、まあ、頭まで筋肉、頭の中まで筋肉みたいな車ですからね、まあ、前も見えてないような感じがするようなシナリオ。よし DBS 高速さあだっえあー抜かれた。お前さんに今手札されるかでよかったけど、おいおいなんだこれ、なんか飛んで 夏の日に入る虫といったところでしょうか。あーそこってそんなにこのレーサーたちを引き寄せるパワースポットなんでしょうかね。まあそんなことはともかく、まあ無事3位に、いやバゲモンがあっだけど本当に苦労するよな。まあ、本当私の腕の問題でしょうか。え、ちょっと待って待って待って。俺らよりアンダーパワーのなんでこいつがついてくんだ。どういうことなの？え、直線しか能がない車。車抜かれてたまるかって。いや、男の車なめんじゃねえ。よっ、よし、スラムテイクダウン。よし、なんとか2位まで上り詰めました。が、イジーとの差があまりにも激しい。これは怖いなーって。お前さ、激しい、激しい。まあ、珍しく仕事してますね。こんな調子で。で、え？待って。何やってるんですか、あのアスストマラチンが。そんなにあの壁が大好きなんでしょうかね。まあ、無事1位になれたことはいいんですが。走ってる。おっ、ガンダム。あっ、また抜かれたよ。いや、しかし十分射程距離ない。さあ、地獄に落ちろ、チャージャーって。あっ、俺は落ちてもうた。あっ、また抜かれた。使えず落ちてなかったのか。また、撃っておっとっと。アスストな2人がやってきた。まあでもおじいちゃんの方は下がっていましたから。おお、マリさんナイスジョブ。さあ1位はもらった。よし、しかしスピードランク。まあ勝っちゃいいよ、勝っちゃ。というわけで、無事あの1位になれたことですし、いいでしょう。さて問題はいつも通りアグレッシブなお前さんです。まあね、この車実力あれば逃げ切れる、簡単に逃げ切ると思うんですと言いながらさっきグダグダでしたが、まあとりあえずここら辺で見ましょう。マヤさん来る気配 なさそうですしね。なんかドーナツの匂いに誘われて迷ってるのかよくわかんないですが、さて、まあ無事終わりましたし、
まあそろそろ時間的にもちょうどいいので今回はここまでにしたいと思います。ミタムタでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。